ランドナーはフランス発祥のツーリング用自転車。フランス語のランドネに由来する。日本では日帰りから2の3泊程度の旅行向けの用途で使われることが多く、一般にサイクリング車とも呼ばれる。使う機材が他の自転車に比べて保守的であると言われる。フランスではランドナーはランドヌーズという。 650バイトなど特有の太いホイールサイズが採用されている。このような太いホイールサイズが採用された理由は、フランスにはパーベと呼ばれる石畳の道路が多く、溝にはまってしまうことを防ぐ必要があったためである。もともとランドナーは、ブルベという超長,長距離サイクリングイベントに使われる自転車であった。 これはスポルティーフに近い車種であり、当時のフランスの道路事情に合わせて、限られた時間内に規定のコースを走り切るという用途で作られていた。フランスでは、遮断なデザインのランドナーが多く製作された。タイヤの他ハンドルバー、ブレーキシステム、ダイナムなどの備品に至るまで、特徴的なデザインのものが多い。なお、欧米では、一般にランドナーは、 徒歩旅行者内しツーリングを行うサイクリストを意味し、自転車の様式としては、ランドナーバイクなどという言い方をする。ランドナーに用いられることの多い末広がりになった、ドロップハンドルである通称、ランドナーバーも、単に、ランドナーと呼ばれることがある。日本への紹介は、第二次世界大戦後に、鳥山真一が持ち込んだルネエルスの自転車が、起源とされる。 これを手本に研究が進められ、ガント自転車などのハンドメイド工房で作られ、始めたのが日本版ランドナーの始まりである。当初、ランドナーはスポルティーフと共にフランス系のツーリング車として認知され、これが日本の製作者たちの職人気質を刺激して、日本独自のランドナーの形へと発展していった。日本では当初イギリス式のクラブモデルが、 ツーリングの用途に用いられていた。これは平地での高速移動を念頭に置いた設計であり、日本のような険しい山岳地帯が多い環境には不向きであった。また、当時は道路の舗装率も低かったなどの事情からギア比がワイドレシオ化され、かつ太いタイヤを装着したランドナーがツーリング用に好まれるようになった。日本では 1970年代から1980年代前半の、いわゆるサイクリングブームが後押しとなって、ランドナーが急速に普及し、かつては大手自転車メーカーからも各種のランドナーが販売され、現在より多く雑誌の広告を占めていた。ブリジストンサイクル、ダイヤモンド、ユーラシア、トラベゾーン、宮田自転車、エディメルクス、ジュネス、ルマン 日米富士自転車の富士オリンピック、ニューエスト、ファインレスト、パナソニック、ラスコールサ、カタクラ自転車、シルク、丸石自転車、エンペラー、山口自転車、ベニックスといった車種が有名であった。また、この時期には多くのサイクルショップといわれる自転車店でも、ランドナーのオーダーや、セミオーダーを受注するようになり、メーカー車に飽きたらない多くのユーザーが、こうした、 独自のランドナーを入手するようになった。ランドナーの多くは、フロントバッグ及びサドルバッグ程度の荷物を積載することのできる省旅行者であったが、例えば大学サイクリング部の合宿や、いわゆる日本一周などの長距離サイクリングの際には、パニアバッグや前後のサイドバッグ、加えて、キャリア上にもテント等を積載するなどの方法で重装備に対応した。 ランドナーを改造する例が多かったが、キャンピング車として重装備、長距離走行を前提にした専用の車種もオーダーされたほか、一時は大手自転車メーカーの製品も市場に出回っていたさらに1970年代後半頃から、一般的な峠越えや林道だけでなく、自動車の走行困難な山道などを走行したり、さらには自転車を担いだりもする山岳サイクリングが、 盛んになると、ランドナーを改造したパスハンターも登場した。代表的なものは、ランドナーのドロップハンドルをオールラウンダーバーなど、フラットハンドルに付け替え、キャリアやマットガード、トークリップを外すなど、山岳の走破に対応していた。パスハンターは、MTB が一般化するまでの間、山岳志向のサイクリストの間で、ランドナーの改造やオーダーなどによって愛用されたほか、 神田にあった自転車店、スポーツサイクルアルプスからは、クライマーとして販売もされていた。日本のランドナーは、おおよそ1980年代後半まで流星を極めたが、それ以降は、アクロや山道走行に特化した MTV と、一般道路の整備に伴い普及したロードバイクに両極化し、ランドナーは、急激に衰退した。日本の自転車ツーリングのあり方が変化したことや、 いわゆるサイクリングブームの終焉などもあり、主要メーカーが市販していたランドナーはそのほとんどが姿を消した。その後、近年になって、かつて学生時代にランドナーでサイクリングした40歳代後半から50歳代を中心に再度ランドナーを入手する例も増え、メディアで取り上げられる機会もこともある。しかし、ツーリング用自転車をランドナーとして完成車の形で、 販売しているメーカーは、丸石自転車や、あらやなど数社のみとなったため、ランドナーの入手は、ハンドメイド工房などに、オーダーされることが多い。ただし、自転車を、オーダーメイドとして依頼することは、専門知識が必要であると思われることもあり、ツーリングの目的では、ランドナーの代わりに、近代的なクロスバイクや、シクロクロスが使われるようにもなっている。また、サスペンションを装備する、 マウンテンバイクをツーリングに用いることも多い。ロードバイクなどを主に販売をしているメーカーからは、富士やルイガノなどがツーリングの名称でランドナーに相当する車種を販売している。基本的な構造は一般的な自転車とそれほど変わらないが、ランドナーならではの特徴がある。ホイールには 650A または650バイトの規格を用いることが多い。 ランドナーは旅行用途であることから荷物積載量が比較的多いことや、日本では舗装道路が少ない時代に発展したという時代背景から、やや小道が小さく太めの車輪が採用され、初期には650-42バイトが好まれた。タイヤ幅は32から 44mm ほどであり、空気圧は300から6 0 0スカル程度とされる。舗装路。 砂利などの未舗走路や山道など、オールラウンドな走行が可能な上、緊急時には警戒車のタイヤも使える。そのため、入手が容易であることが、最大のメリットである。タイヤが太くなると重量が増える傾向にあるが、比較的軽量なオープンサイドのタイヤもあり、また 650A タイヤには、MTB のようなブロックパターンのパスハンティング用も、存在する。現行製品では、理事だ。 ユッチンソン、ミシュラン、日本国内では、アラやパナレーサーなどが有名である。最近になって実用的なランドナーとして26インチ HE 規格のホイールを使う例も現れた。マウンテンバイクが世界中に普及したことにより、世界一周用のキャンピング車には現在では26インチ HE 規格のホイールを使うことが標準となっている。一方で、 現在650バイトのタイヤは相当大きな自転車店でも在庫していることが少なく旅先では非常に入手困難であることからメーカーが新規にツーリング用自転車を規格製作する場合は26インチ HE やロードバイク用の 700C などの規格を採用することが多くなった主に軽量なアルミ合金製の泥除けが装備されるメーカー車では 保守上の理由から表面にアルマイト加工したものが主であるが一部のマニアは未加工のものを布バフで磨き上げた磨き物を好んで使用することもある。後輪の泥除けは和光を考慮して分割式になっていることも多い。デザインは一般的なハンマル型、キッコ型、パオン型などが存在する。ランドナーやスポルティフといったフランス系ツーリング車の特徴として フロントキャリアおよび一部リアキャリアの装備が挙げられる。これはフロントバックやサドルバックなどを装備するためのものである。またフロントキャリアに伝送品を装備する場合もある。フレームへの取り付けの多くはエンドに設けられたダボにネジ止めされるが、感知ブレーキの台座に固定するタイプもある。サイドキャリアまで補えば、4つのサイドにバックを装備することが可能となる。 サイドキャリアは前輪、または後輪の両脇にサイドバッグを固定するためのキャリアであり、方形の金属枠がその特徴となる。日本では現在、日東ハンドル製作所のキャンピーやビバの製品などが有名である。長距離の旅行に使われるため、夜間走行を考慮してヘッドランプ、テールランプやリフレクター、ダイナモを装備する。これと併用して、 バッテリーランプや近年では LED 式のランプを利用することが多い。外装のダイナモを用いる場合はシートステイに装備されることが多く、ヘッドランプへの電線をフレームやキャリアのチューブの内側に通したり、前フォークが回転するヘッド小物に電気ブラシを内蔵させて電線を隠蔽する衣装電線内装という構造の都合から自転車を分解して、 和行する用途には向かないと言われていたが、電気ブラシの改良により、フォーク部分の引き抜きや再装着に障害が起きないものが開発されて、和行に対応している。旧モデルには、リアフェンダーにまで配線を伸ばして、テールランプを点灯させるものが多かった。外装式ダイナモは走行抵抗が大きく疲労を増長させるため採用例が減り、シティサイクルのように、 フロントハブダイナモを採用したモデルに変わりつつある。ランドナー用に設計されたドロップハンドルを使用する。これはハンドルを握った手がフロントバックに干渉しないように刃の事情に下広がり、両肩上がりの形状をしたものである。またフラットバーやプロムナードバーを装着し、ランドナー派生車種として楽しむ場合もある。ランドナーなどのツーリング車では、 ペダルに足を固定するために、トークリップとストラップを装着することが多い。ツーリングが観光やキャンプなどをするという一面を持ち、一般的なスニーカーやスポーツ用、シューズ、ツーリング専用シューズなどで乗車する場合が多いためで、あり、また、ランドナーの雰囲気を出すためという一面もある。趣味性もあり、ストラップに革が用いられる例も多いが、 本格的にツーリングをすることを念頭に、ビンディングペダルを使用するケースも見られる。フレームの素材としては、クロムモリブ電工。古いものでは、マンガンモリブ電工が伝統的に用いられている。これらは、アルミ素材に比べて強度に勝るものの、3倍程度比重が大きく、フレームは、アルミ系のものよりやや重くなる。しかし、金属疲労に強く振動吸収性が良好で、 上院も疲れにくい。かつては、イギリスのレイノルズ社のマンガンモリブ電工531などが好まれた。世界旅行などで未開発地域にまで出かけるものは、現地で故障しても溶接修理が可能であることを、長所に挙げることもある。フレーム設計は荷物を積載してと反することが考慮され、低速走行向きとなる。このため、ヘッド角やシート角が寝ており、 ゆったりした設計になることが多い。またトップチューブは地面と平行となるモデルが多い。ランドナーは通常のロードモデルと比較するとチェーンステーのチューブが長くホイールベースが大きい。これは直進安定性を高めるためとロードバイクより太いタイヤを使用するためフェンダーを装備するためなどの理由がある。フレームのベースがマウンテンバイクに近い車両もある。 キャンピング社では強度を確保する目的でクロスドシートステイが採用される場合がある。これはシートステイをシートチューブと交差させ、さらにトップチューブに溶接するものである。ラグ後方ラグはフレームを構成するチューブを接続する継手である。本来、ラグは溶接される結合面積を増やして強度を向上させる目的で用いられるものであるが、 ラグを様々な形にカットして装飾的に用いられることも多い。そのカットの形状によってイタリアンカット、フレンチカット、コンチネンタルカットなどの衣装がある。ランドナーでは特にコンチネンタルカットに見られるような複雑な衣装が好まれるほか、ラグを用いないラグレス工法においてローを盛り上げて滑らかな曲線に仕上げられるのも好まれる。主に 感知レバーブレーキが用いられるほか、センタープルブレーキも用いられる。感知レバーブレーキは、感知レバー構造のブレーキである。ブレーキワイヤーを外すことが容易であることから、和光やメンテナンスが容易であり、かつ、気候が単純なために故障が少ない。また、タイヤとのクリアランスが大きいために、泥や雪が詰まることが少なく、泥除けとの併用も容易である。ブレーキレバーは、 フロントバックとの干渉防止や和行時の取り外しを考慮してケーブルを上に出す形が一般的である。ハンドルにケーブルを内蔵したり、バーテープに巻き込む方式は主流でなかったが、和行時にハンドルを取り外すケースが少なくなったことなどから現在はシフト一体型も増えている。フランス系ツーリング車であるため、王子はフランス製の部品も多く使われた。 フランスの自転車専門誌であるレサイクル誌の編集長であったダニエル・ルブールによってイラスト化された部品がその典型的である。例えば、TA やストロングライトのチェーンホイール、ユーレやサンプレックスの変速機、イデアルのサドルなどである。しかし、1980年代頃からランドナーの生産が減少し、それらの部品メーカーは倒産や廃業、 方針転換を余儀なくされた。そのため現代ではロードバイクや MTB 用に設計されたコンポーネントが用いられることが多い。変速はダウンチューブに装着されたダブルレバーで行うことが多い。これは和行の際の利便性にもつながっている。しかし最近ではロードバイクや MTB に多いハンドルバー取り付け型のレバーを採用するランドナーも少しずつ増えている。 フォーク抜き林業林業についての詳細は、該当校を参照。和校は、スポーツ用自転車であれば、おおよそ可能であるが、ランドナーは設計の段階から、和校を意識されたものが多い。後輪の泥除けを分割式にして、取り外しやすいものがあるほか、ダブルレバーはハンドルにシフトケーブルを取り回ししないため、手間が省略され、コンパクトにまとめやすい。 さらに、日本のランドナーを特徴づける仕様の一つに、いわゆる、和行用ヘッドがある。ヘッド部のヘッド小物と呼ばれる部品は、通常の構造であれば外すと、ボールベアリングがむき出しになり、リテーナー付きでない場合、不用意に作業すると、ボールを飛散させてしまう危険がある。和行用ヘッドは、メンテナンスを目的とした、分解作業の一部としてではなく、 移動時に実用的に取り外しができるよう、シールドベアリング状に工夫されたヘッド小物を使っている。そのような仕様のランドナーであれば、前輪と泥避け、キャリアをフォークごと外して、さらにコンパクトにまとめることができる。これは、フォーク抜キリン業とも言われる。スポーツサイクルアルプスが発案したことから、アルプス式林業の別名もある。また、通常はヘッドスパナが必要だが、 片岡市塾は前述の使用に加えて、クイックレリーズ式を用いた部品を使用し、丸石エンペラーはアレンキーで外せるようなロックを工夫していた。和行用ヘッド小物の部品は2013年現在も単ゲが製造販売しているほか、パナソニックのツーリングモデルのフレームに付属のものやアメリカのベルオレンジ社が日本向けに製造しているものなどがある。 手回り品のサイズ規制が緩和されたこともあってか、現在、フォーク抜き林業は、主に、フロントキャリアや、マッドガードの装備があるランドナー、またはスポルティーフに限られ、対応する和行袋も少ない。自転車を趣味とする者の,の間でも、この方式でコンパクトに和行することはあまり、知られていない。しかし、列車内などで、他の乗客の邪魔になりにくいため、好んで行う者も,もいる。 ありがとうございます。